3年生の時に大学の受験先と学部を決める時に、まあ、弁護士になろうかなと思って法学部を選択したのがきっかけなんですけど、なんで目指したかっていうと、まあ、その何か弁護士に助けられたみたいなこう大層な経験があるわけではなく、まあ、文系だったのでせっかくなら一番難しい資格取ろうっていうところと、あとまあ大きな資格なので、いつこう、まあ、辞めたり休職したりしても復帰しやすいとか、そういう何ですかね、長い目で見た時の潰しが効くんじゃないかなというところで目指したのが最初です。伊藤塾に入塾したのは大学1回生の5月ぐらいだと思います。まあ独学はちょっとやり方も何もわからないので、周りで放送志望の方も伊藤塾を利用されている方が多かったので、自然と伊藤塾を選んだという流れですね。そうですね、やっぱり独学でされる方もいらっしゃると思うんですけれども、そのやっぱり最初の伊藤塾でしたら入門講座ですかね、そういう入り口のパックみたいなのがない段階でこう自分で基本書を選んでどれが大事な知識だとかでやっていくのはまあちょっと難しいんじゃないかなとやっぱ思うので、入門の初心者向けのパックから始めるっていうのはやっぱり効率がいい始め方だと思います。まあ、大学の、テスト対策とかはもちろん授業も聞いていましたけれども、やっぱり伊藤塾で学習していることで、ベースの知識がありますし、テスト対策も、まあ、授業を聞きつつも結局伊藤塾の教材を用いたテスト対策をしていたことが多かったかなと思います。その点では放送志望をしていない、そういう予備校を利用していない友人と比べたらテスト対策はまあ楽だったのかなと思います。3回生ぐらいから始める方もいて、もちろんそういった方もたくさん合格されてるんですけれども、そういうパターンはやっぱりものすごくストイックさと忍耐強さとこうガッと集中して頑張れる力が必要だと思うので、大学生活も楽しみつつ難関法科大学院にも入りたいっていうんだったら早めから少しずつ勉強を始めるのがいいんじゃないかなと思います。そうですね、もう法科大学院の入試対策としては伊藤塾しか利用していなかったので、もろに伊藤塾が役に立っていたとは思います。特に論文マスターとかで司法試験の休止の問題を解いたりした経験っていうのは、司法試験にもつながっていますし、結構一個一個論点を深掘りしていくような問題なので、かなり法科大学院入試に向けても勉強になったなと思います。法科大学院の授業を理解する上では、そうですね、まあ基礎マスターで勉強した一通りの知識はもちろんベースになっていたと思います。ロースクールの授業でもう一回知識を入れ直して整理できた部分は大きいんですけれども、まあそういうベースがあるのとないのとでは違うと思うので、そうですね、今思うと伊藤塾の基礎マスターで学んだ知識の上にこうロースクールの授業を積み重ねたような形だと思うので、そういう形で役に立っていたかなと思います。サークルはアカペラサークルに入っていまして、そうですね、サークル活動には結構顔出していました。でアルバイトもいくつかやったんですけど、英語塾の塾講師を割と長いことやっていました。ちょっと基礎マスターに関してはもうその初めての知識を入れる段階なんで、あまりどこ意識するとかいうのがわからないまま終わってしまって感じはあるんですけども、まあ、もちろんその授業の中で ABC ランクというふうに先生が言ってくださるので、まあ、できるだけそういう A プラスとかいうところは覚えなきゃなという意識づけはできていたかなと思います。で論文マスターの方はやっぱり一番こう得られたものって答案の型が身についたってところだと思うんで、それはもう司法試験に至るまでずっとそこで身についた答案の型で書いていたと思うので、
あ、こういう問題が出たらこういうふうに書くんだとか、そこを学べたのが一番大きかったと思います。私はこうロースクールに入ってからかなり実力が伸びたタイプだと思うので、こう、1年目の前期後期、2年目の前期後期と減るにつれてどんどん成績が上がっていったので、そこはやっていてどんどん結果が出ていったので楽しかったですね。で、ロースクールの授業はやっぱり司法試験をあくまでターゲットとした感じで、それを意識した授業を先生方もしてくださるので、そこで学んだことはやっぱり司法試験に直結していると思いますし、そこでいい成績を取るっていうのも絶対司法試験合格につながると思うので、そこは頑張ってよかったなと思っています。勝因挙げるとすると、自分の、弱点をきちんと分析できたことだと思います。そうですね、私は弁護士を目指す前から結構国際的な海外と関わるような仕事がしたいと思っておりましたので、弁護士になってもそういった障害案件にたくさん携われるような国際的な弁護士になりたいと思っています。やっぱり今も伊藤塾ってその放送志望の方の中でこう利用されている方の占める割合ってやっぱり大きいと思うので、伊藤塾を選んだことはまず間違いではないと思います。やっぱり多くの人がやってることをやるっていうのは沈まないために絶対大事だと思うので、その皆さんのその選択は合ってるよっていうところと、あとはそのもう一人一人の使い方だと思うので、ご自分に合った勉強法を頑張って見つけて、それに合わせた利用の仕方を、していってもらえるといいかなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございます。